徳屋が入居した情報ビル入り口、2014年、撮影。看板に、徳屋の文字が確認できる。店の内部はこちらから探索できる。グッケルマップ特化は、大阪府大阪市中央区千日前にあった、クジラ料理店。ハリハリ鍋の発祥の店である。創業者の大西む子は、日本の商業捕鯨禁止の間、芸食文化の継承に尽力し、 国際捕鯨委員会などで活動を行った。日本の商業捕鯨再開が決定した後の2019年5月25日に閉店した。なお本店は閉店したが、のれん分けした新州特化が長野県松本市で2020年現在も営業している。地図1967年創業。女将の大西む子が母親が営業していた料亭を再行したい一心で、 フグ料理店を始めたのが特化の始まりである。大西は料亭の三女として大阪市で生まれ育ち、大阪府立今宮高等学校中退後、結婚を機に1000日前に出店した。大西は24歳であった。夫は黒門市場の魚屋の次男だった。店は7坪ほどの小さなものであった。しかし、フグ料理店での来客はかんばしくなく、母親より、 芸肉専門店への転換をお勧められる。もともと大阪は太平洋戦争直後まで日本の芸肉の7割を消費していた土地柄で大西自身も幼少時は芸肉を使ったすき焼きや鍋を食べていた。当時の芸肉は安価で一般市民にも親しまれた食材であったが芸肉を専門に扱う料理店は大阪にも少なくおでん屋でコロ さえずりが重宝されている程度だったためである。芸肉は甘辛い味付けがなされることが多かったが、酒に合うように薄味スープを使って考案した、クジラ肉鍋は、ハリハリ鍋と呼ばれ、名物となった。スープは、鰹節の効いた特製だしで、そこに、たっぷりの水菜とクジラの赤身を入れて炊いた。芸肉は、毎朝市場で仕入れ、霜降りの多い、おのみだけを使用した。 尾のみとは、クジラの体の縦葉付近から、尾までの肉で、クジラの肉で最も美味しく最も高価とされる部分である。クジラの赤身は、スープの染み込みを良くするために、客に提供する前に片栗粉をまぶした後に一度、湯がいて下ごしらえした。水菜は、ハリハリ鍋の語源にもなったように、煮えすぎて、歯ごたえを損なわないように少量ずつ鍋に投入するように客に指導していた。 まだ当時は南の周辺でも農業が行われており、港町の向こうには水菜を植えた畑が広がっていた。スープも改良を重ね、昆布と鰹節で出汁を取り、薄口醤油で味を整える。鰹節も質の良いものを厳選していた。鍋に加える唐辛子にはメキシコ産のハラペーニョを使った。ハラペーニョは隠し味として使われ、芸肉の臭みを消して、 あと味を爽やかにする効果があった。具は、芸肉と、水菜、豆腐、椎茸、餅、おばころだけであった。食べた後は、うどんやご飯を入れて雑煮にする客も多かった。うどんも汁の味が染みやすいように細めのうどんを選んだ。創業時、約20席だった店は、手狭になり、約80席になった。クジラの、急にかけた毎月9日は、近所の寺院で、 クジラ供養を開催し続けた。1982年、国際捕鯨委員会は、捕鯨の一時停止を決定した。1988年日本が商業捕鯨から撤退。これにより、市場に流通する芸肉は激減。調査捕鯨で入手したミンククジラ、長スクジラの芸肉を入手して料理したが、1980年代に一人、全400円だった、ハリハリ鍋も800円。 1000円と徐々に値上げせざるを得なくなった。商業捕鯨が禁止されて4年後の1989年からは、クジラの味を忘れないでという意味を込めて、大阪の通天閣で、採算虫のクジラ料理イベント、クジラ祭りを毎春開催した。その行動力が、小泉武雄が理事長を務める商業捕鯨再開運動団体。 クジラ食文化を守る会の目に留まり、オブザーバーに指名される。日本のクジラ文化の継承に危機感を持った大西は、商業捕鯨再開は自分に与えられた使命と考え、1990年代から IWC の会議にオブザーバーとして10回以上参加し、芸食の魅力や捕鯨の必要性を訴えた。しかし、そこで大西は、 反捕鯨団体の調賞や日本の説明を聞こうと、しない態度に直面し、捕鯨を取り巻く状況の厳しさを知る。九百九十一年開催のアイスランドでの IWC 年次会議の会場となったホテルサガでは、大勢自ら参加者に、鯨肉料理を振る舞った。現地アイスランドの捕鯨業者提供の、冷凍流すクジラ十二キログラムをもとに、お飲みと赤身の刺身、 タツタ揚げ、ステーキ、芸肉入りうどんなどを作り、レイ・ギャンベル IWC 事務局長及び、ノルウェー、デンマーク、セント・ビンセント、アイスランドの IWC 代表委員や、記者44人が参加し、公表を得た。費用の30万円は、大西の自己負担であった。招待した国で来場しなかったのはアメリカだけであった。レイ・ギャンベルも、実にうまい。東京へ行くたびに、 芸肉レストランへ寄るが、いつ食べてもうまいと上機嫌であった。もともとは、総会開催期間中の1991年5月30日に、芸肉試食会をする予定であり、大西は、ホテル側と場所と人材の手配の交渉を済ませていたが、日本の代表団が、捕鯨反対国を刺激しないために、総会終了後の開催を要請し、6月2日に変更された。 捕鯨に反対するグリーンピースは試食会会場には来なかったがメンバー一人がレストランを訪れクジラの刺身とステーキを食べ匿名を条件にベリーグッドと言い残して去った1992年には日本のクジラ料理専門店は10店舗に減った商業捕鯨をしていた時代の在庫の肉も少なくなり価格は高騰上質の赤身でキロ1万円を飲みは キロ4万5千円にもなった。1997年には、特価でのハリハリ鍋の値段は一人、全4千円となった。値段は高くなったが、調査捕鯨で供給される芸肉は、小型のミンククジラだけになり、味は落ちた。一番美味しいとされるナガスクジラの肉は入手できなく、なった。お飲みも、新規の入荷がなくなり、冷凍庫に保管している在庫のみになった。 2009年12月1日からは、ビルの3階スペースを使って、特特定、毎日寄せという寄せが始まった。落語家の桂春長、林家染左、講談市の極道南屋裏企画に賛同した15人が、日替わりで午後3時から日替わりで、約1時間公演し、午後4時からは、クジラ刺身、クジラタツタ揚げ、ビールなどが振る舞われた。企画は、 トリ居ホールの鳥居学社長だった。芸食文化は大阪の大切な食文化であると鳥居社長と意気統合しての開催であった。また若手芸人の活躍の場を設ける意味もあった。2011年にはサイズリが以前の10倍の値段になった。コラも以前は黒門市場に山積みで販売されていたものが日本全体で1年間に クジラ一等分の頃しか流通しなくなり、手のひら程度の大きさで5000円を超える高級食材になった。2014年3月31日には国際司法裁判所で南極海での調査捕鯨を禁止する判決が出される。大西は困ったことになった。商業捕鯨再開に向けて取り組んでいる中での今回の判決で日本への影響は計り知れない。 商業捕鯨が一時中止が決まった直後と同じ気分、かつては店頭に安価で並び庶民の味だった、芸肉だから大事な日本の食文化を守りたいとコメントした。この頃は捕鯨国のアイスランドからの輸入の冷凍芸肉を使ってしのいでいた。1995年には書籍特化秘伝クジラ料理の本を執筆し、同時に英語訳版も発売した。 2016年に開設した店のホームページには、なぜ一律な商業捕鯨の禁止が不当なのか、なぜ商業捕鯨再開が必要なのかを訴える Q&A が掲載されていた。2018年12月、日本は IWC だったを通告。大西は寝耳に水で驚いたが、ようやく次世代に芸食文化を継承することができると語った。 一定の社会的責任を果たしたと感じた大西は、2019年5月25日で、店を閉じる決定をする。大西は76歳になっており、後継者がいないことも要因だった。くじらも2019年5月9日が最後となった。最後のくじらでは、大西は関係者に、本当にありがとうございましたと挨拶して回り、芸肉が昔のように、 一般家庭の家庭の食卓に並ぶ日が楽しみと語った。最終日の25日は、馴染みの客らの予約で満席だった。閉店当時のハリハリ鍋の値段は、一人前3600円であった。他にも川クジラ800円、油、種の子2000円、赤身本り合わせせ0円、さえずり2200円などのメニューがあった。2019年7月から、 日本近海の商業捕鯨が約30年ぶりに再開された。郵便番号542-0074大阪府大阪市中央区線一丁目7番地11号情報ビル2階末行クジラの死亡の多い川から油を抽出した残りカスクジラの下のこと。干物で提供され水で戻して料理されることが多いラジッソンブルーサーガーホテルホガトーグレイキャビク107 アイスランド・ハットレイギャンベルは日本の調査捕鯨に賛成の立場であり、その調査報告を評価していた。1965年から1975年のアイラ・ IWC 英国代表団の科学顧問などを務める。1976年5月に IWC 事務局長に就任し、2000年9月に退任。1994年に 芸類保護と生物学での貢献に対し、英国女王より勲章を授与される。著作、論文が多数ある。体制には長男がいたが、店は継承しなかった。ありがとうございます。